はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病、闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいな白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。でそして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、先日ですね、このインスタグラム、僕のインスタグラムのアカウントのね、DM、ダイレクトメールでですね、このシャンプーのお話をしてほしいというね、リクエストがあったんですけども、まあ、その方はですね、まあ、小さな頃から、まあ、子供の頃からですね、この抜け毛がね、ひどくて悩んでるようです。なので、今日は、そのシャンプー、まあ、美容系の話なんですけども、まあ、でもその、ね、やっぱ体の健康の、ね、体のこととかもしっかり交えながら、皆さんに情報としてお届けしますんで、よかったら最後まで聞いてください。ですね、シャンプーもね、そのノンシリコン系とかね、アミノ酸系などがたくさん種類がありますので、この売り場でどれをね選んだらいいかね、わからないとね、その方は悩んでいるそうです。まあ、でもこの方以外のね、でもたくさんの方々が同じような悩みを持っていると思います。でもね、それがもしですよ、原因がね病気だったら、皮膚科へ行ってくださいね。皮膚科に。で、そうして、どんだけたくさんのシャンプーを試しても、まあ、解決しなかったも、それは、まあ、皮膚科へ行ってください。皮膚科に任せるんかいなって思うんですよ。まあ、でもそりゃそうですよ。異常があるってことは、やっぱりね、それなりに危険な状態なんで、病院に行ってもらう方が一番いいです。そう、でもね、まあ、病気でもなくて、病院へ行くほどでもないと。で、そういうふうに自己判断されて、で、なおかつまだ自分に合うシャンプーに出会ってないと判断された方は、まあ、これからお話しすることをね、ぜひ参考にしていただけたらなと思います。まあ、シャンプーに関して少しお話ししますとですね、まあ、本来シャンプーというのは、頭皮とこの髪の毛、頭髪を清潔に保つためのものです。でね、まあ、頭皮というものはですね、まあ、汗をかきですよ。その汗が髪の毛を伝って、その伝った髪の毛と、まあ、そのものの頭皮がですよ、外気に触れて、紫外線に触れて、整髪料に触れるといった、そういう風な、こう化学的な汚れをね、伴うんです。で、その汚れをそのままにしておくと、すごい不衛生ですよね。で、そしてその不衛生なままにしておくとですね、まあ肌荒れの原因であったりとか、過度に乾燥してしまうのでよくありません。まあ、なので、シャンプーを使って清潔な状態を保たなければいけません。しかし、そのために使うシャンプーの種類が多すぎるということなんですよね。そうが皆さんね、悩みなんですよね。まあ、そんなシャンプーのレベルなんですけども、まあ、一番いい方法はですね、もう担当の美容師さんにね、相談することです。頭皮の状態でしょ？で、髪の毛の状態をね、問診して、こうね、触って、指針、触診してもらってですよ。本人に合ったものを選んでもらうのが一番いいです。まあ、担当の美容師さんがね、決まってない人やったら、まあ、自分でね、どんな悩みがあるのかというのも、把握してですよ。悩みが多かったら、その中でも一番解決したい悩みは何なのかっていうのをはっきりさせてください。そしてシャンプー売り場に行ってください。で、例えば悩みがですね、乾燥というものならばですよ、自分のどこが何が乾燥しているのかをまず考えます。頭皮なのか髪の毛なのか、そして水分が足りてないんかなとか、あと油分が足りてないんかなとかね、乾燥だけでも今ね挙げたざっくりとしたの4つの悩みがねあるんです。で、自分がね、その中の、例えばその4つですけども、その中のどれなのかをしっかり把握して、で、それを解決してくれるシャンプーやトリートメントっていうのを選んでください。ね、売り場に行ったらパッケージ見たらね、書いてありますんでね。ほんでね、今、その乾燥についてお話ししたんですけども、例えば頭皮が乾燥したらどうなるか、皆さんご存知ですかね。実はね、顔が垂れるんですよ。っていうのって。嫌ですよね。頭皮がね、まあ、水分、油分といったね、みずみずしさというのが失われてしまうとね、頭皮がね、たるんでくるんですよ。頭皮ね、頭の皮ね、頭皮がたるんでくるんですよ。
まあ、その美容業界ではですね、頭皮がね、2ミリたるむと、お顔が1センチたるむと言われています。まあ、お顔が1センチたるむと、今度お尻が3センチたるむと言われています。その他にもですね、乾燥している頭皮からはですね、乾燥している髪の毛がね、生えてきたりとか、その髪の毛自体のね、一本一本、その水分バランスがね、おかしくなってですね、くせ毛のような髪が生えてきたりします。まあ、そういったお悩みであればですね、頭皮の乾燥をケアするシャンプーをね、おすすめします。でそして、そのやっぱ体の内側もね、ケアしてください。内側。それはね、ズバリね、食事です。まあ、過去の動画でもそうなんですけども、あれはいつやったかな、確か、デイ471日目かな。そのね、画像の僕のサムネイルでデイ471って書いてるんですけども、まあ、その動画でもお伝えしたんですけども、頭皮はもちろん髪の毛もね、そうなんですけど、タンパク質なので、この豚肉でタンパク質を取って、なおかつ髪の毛をきれいに保ってくれるのに大事なビタミン A も取れるからね、最高なんです。そしてデイ471日目の動画ではですね、豚肉についてお話ししてるんですけども、その、ね、豚肉の油分とビタミン A が入ってるからいいよって言ってたんですけども、そのビタミン A で言うならば、実はね、もっと豊富な鶏肉のレバーがね、おすすめです。まあ、僕が調べた食材の中ではね、鶏肉のレバーがですね、一番ビタミン A も B もね、豊富でした。あとはもうやっぱそれレバーやからね、亜鉛もそうやし、あとは鉄分ね、鉄分も取れますからね、レバーは最高ですよね。鶏のレバーがね、いいらしいですよ。高タンパク低カロリーやしね、鶏肉なんかね、最高ですよね。あとほんでね、その僕が働いてるお店のお客様でですね、髪の毛がどんどん綺麗になっていく人たちの共通点として、まあ、もちろんその僕らがシャンプーやね、その美容液っていうのを選ばせてもらって提供させてもらってるっていうのもあるんですけども、まあね、健康的です。健康そのもの、そしてめっちゃ元気です。でもそのお客さんたちとね、お話しさせてもらってたらですよ、やっぱり健康的な生活やね、消費生活をね、されています。まあ、根元の黒い髪の毛とか、その白髪ですかが伸びてきたらですね、こう毎月ね、ヘアカラーをされるお客様がほとんどなんですけども、そんな毎月カラーをされるお客様であっても、やっぱ頭皮と髪の毛はね、すごい綺麗ですね。やっぱりその、なんていうんですか、健康と美容はね、繋がってるんですよ。ね、まあ、まとめますと、シャンプーは自分の悩みをしっかり把握してから商品を選んでください。美容師さんに相談するときはですね、しっかりと細かくそういった悩みをお話ししてください。それで、皆さん、悩みは少しは解決できると思いますんで、ぜひね、自分は何で悩んでるかっていうのを、把握して、分析して、美容師さんなり、病院の先生に、悩みを相談してください。それが一番の近道だと僕は思います。今日は以上になります。最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。